では御言葉を読みします。ローマ人8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて生きとしてくださることを知っています。神を愛する私たちに、神、この世で約束してくださっている主に信頼しつつ、この賛美から今日の賛美書から始めましょう。ドリーマー歌いましょう。
主を褒めたたえましょう。
主にのみ信頼して、この賛美を私たちの信仰告白として賛美しましょう。
ございます。これで3週間終わります。また来月参加ください。